こんにちは、ニアです。ってことでですね、遊戯王コラボの緊急降臨、カオスソルジャー降臨のシバドラ周回編成紹介していこうと思います。まずですね、カオスソルジャー降臨、こちらのね、カオスソルジャーの性能をですね、見ていこうと思います。で、ね、加工数も喋っていこうと思います。どっちもかなり強いです。本体も武器もどっちも強いですね。で、まず本体です。こちら、バインド封印、樹脂2つに悪魔バランス攻撃回力。に回復キラーですね。で、超覚醒はスキブと各色軽減持ってます。珍しいですね。まあ、スキブで使うことが多いかなって感じはします。でね、これね、樹脂2つとキラーをね、5個持ってるんですけど、全部ね、5倍確定なんですよ、これって。樹脂も。これ、キラーもね。なので、実質ね、樹脂7個持ちです。すべてのキラーが刺されば、樹脂7個持ちとなります。まあ、さすがにね、すべてのキラーが刺さることはないんですけど、でもめちゃくちゃ火力高いです、こいつ。はい。で、スキル3ターンのスキルで、1ターン間、チームの悪魔バランス、攻撃、体力、回復キラー、1個につき火力が上昇ですね。まあ、このね、こいつが入ってるだけでですね、もうすでにね、5個、エンハンスが上がってるって感じです。で、リーダースキル、チームのレアリティが全員同じ場合、HP と火力が 4.3 倍、8コンボ以上で火力が7倍、で、固定300万ダメージですね。HP 4.3 倍で火力が、3721だから 23.1 倍ですか。ちょっと火力低めか。まあね、ダンジョンキャラですからね。まあ悪くない性能してますよね。ちなみにレアリティは6です。まあだから、この、こいつをリーダーで使う場合は、全員サブもレベル6、星6じゃなきゃダメですね。はい。で、まあサブで使う場合、まあウルフデートのとこかな。どこのサブで使うんだろうね。火力枠だからどこで使うかはね、明確にはパッとね、出てこないですが、まあどっかのサブでは使う可能性はあるかもしれないですね。こんだけ火力高いと。っていう感じになってますと。で、強いのが武器でですね。はい、こちらです。この武器ですね、カオストルジャーのカード。これがね、攻撃タイプ追加に、ね、バランス体力キラーに、バインド火薬2つ。で、スキルですね。これスキルね、私ね、スキルレベルマックスになってるんですけど、スキルレベル1だったら43ですね。正直、裏のスキル使いたいとは思わないので、まあね、スキルレベル1で持っとくのがいいと思います。で、この武器なんですけど、バランス体力キラーね、代用なくはないんですけど、こんだけ重い43ターンで絶対裏がたまらないですね。2個キラー持ちの武器はですね、めちゃくちゃ貴重です。まあ、周回とかランダンとか、なんなら攻略にも使う可能性があるので、これに関してはですね、複数持っていてほしいです。本体はね、まあ1でいいかなって感じ。本体はまあ1体でいいかなって感じなんですけど、この武器に関しては複数、まあ2、3個かな。まあ3個あったら安泰だと思います。4個使うことはほぼないと思うんで、まあ3個かな。あると安心かなと思います。だから本体1体で、この武器ですね、まあ2、3体あるといいかなと思います。まあ最悪めんどくさかったら1でもいいんですけど、まあできればね、無課金キャラなんで、できれば2、3体この武器はあった方が安心かなと思います。はい。という感じですね。ではですね、そろそろ、はい、シバドラのね、周回編成紹介していこうと思います。見てください、どうぞ。さあ、ってことでね、カオスソルジャー降臨やっていこうと思います。まずね、はい、一回そうなんですけど、ここね、超根性持ってるんでね、シバドラ撃って、で、はい、超根性まで削っていきましょう。シバドラ。で、はい、ずらして削っていきまーす。はいと。はい、で削ります。はい、はい。はい、削りと。で、半分時ですね。半分時ここですね。回復花火してくるんで、ここね、はい、回復を火に変換してあげてください。はい。さあ、75バータって貼ってるけど、敵貴族性なんでね。はい、火花火にして、で、ずらして削っていきます。今、私はね、落ち込んだしバッジ使ってるんですけど、落ち込んだしバッジはなくても大丈夫です。はい、突破していきましょう。さあ、続いて、二階層ですね。二階層ですね、ここ、エルフの剣士ですね。マシンタイプ半減持ってるんですけど、まあ、特に関係ありません。デバフも特に関係ありません。ジョナさん、撃ってなくってください。ここ、シバドラ撃たないでください。ジョナさん、撃って、はい、ずらしと。これで突破していきましょう。はいと。よし。んで、突破していきます。はい、さあ、続いてです。続いては、三階層。三階層ね、シバドラ進化させて殴っていきましょう。はいと。さあ、ブラックイリュージョンと、いきます。じゃあ、シバドラ進化させて。はい、殴っていきまーす。シバドラ進化、花火にして、で、ずらして殴っていきましょう。当たり前だけどね、まあ、トゲは触らずにね。はい、殴っていきましょう。はい、はい、はい、と。よし。で、削っていきまーす。はい、OK です。さあ、続いて。続いては、4階層ですね。4階層ね、ここはね、シバドラ撃って、ずらして殴っていきましょう。はい、クリボーと。はい。さあ、では行きます。はい。シバドラ撃って、ずらし。で、削っていきましょう。はいと。で、ダメージ吸収持ってるんですけど、こいつ勝手に自滅するんでね。はい、関係ありません。はいと。さあ、増殖して。はいと。クーっつってね。はいと。さあ、グッバイするんでね。はい、関係ないですね。ダメージ吸収関係ありません。さあ、ボスです。ボスはね、シバドラ進化させて、まずは超根性まで削っていきましょう。はいと。さあ、ここはね、花火で削っていきます。はいと、シバドラ撃って花火にして、危ね、トゲ触るとこだったわ。はい。
峠触らずにね、花火ずらして、まずは削っていきます。超根性まで。はいはい。はい、削ります。OK です。さあ。で、続いて。はい、覚醒無効ですね。はいと。さあ。じゃあね、覚醒無効は、はい。ジョナス、紙結びでね、返してあげて、で、ジャミラス打ってね、花火にして、ずらして、これでおしまいです。はいと。よし。これで突破。はい、OK です。ってことでね、よかったらね、高評価とね、チャンネル登録よろしくお願いします。タイムですね、確認しましょう。ちょうどね、はい、リアルタイム実況だったんでね、このままタイム確認しておきましょう。はい、まあ喋りながら解説しながらやった方と遅いかもしれないけど、あ、2分ですね。2分45秒となっております。はい、続いてね、代用解説やっていこうと思います。いつも通り代用の前に編成紹介すると、ジョナサンにファガン、ジャミラスにアマージュ、シバドラにリンリンの手配書、シバドラにリンリンの手配書、シバドラにリンリンの手配書、正月紙結びにアレンドです。継承はアレンドスキルベ最大で、他はスキルベ1で OK です。必要 HP は6万7000程度ですね。必要スキルは17、バッチは自由です。リダフレ逆は OK です。武器の役割と代用候補なんだけど、ファガンとアマージュ。これはスキブとチーム HP が役割です。これどっちも同じですね。で、HP 漏れれば何でも OK で、クルセイダー武器とか、まあ何でも OK です。思いつく限りね、いっぱいあると思います。スキブとチーム HP ね。で、もしね、アイアンマン使う場合なんですけど、マシンタイプ追加が増えるんですね。で、途中でね、マシンタイプ半減来るんで、そこだけ気をつけてください。で、続いてリンリンの手配書です。これはね、自動回復役割です。ダンジョンキャラですね。エリちゃんとかゴメちゃんとか、正月ジャンダルとかね、何でもいいです。自動回復3つ持ち、6個持ちですね。なら何でも OK です。続いて、アレンドです。これはエンハンスと非変換と軽減が役割ですね。HP 増やせば非変換で OK で、代用多数です。で、バッチね、これ自由になってるんで、HP バッチとかにすれば HP 増えるんで、赤おでんとかね、何でも OK です。これもね、非変換があればいいので、回復から火に変換するものね、いっぱいあると思うんでね、それで代用してください。はい。続いてね、本体代用のための役割です。ジャミラスはスキブ4で軽く枠で、軽く漏れれば何でも OK ですね。まあ、ジョナサンとか、正月紙結びとか、千代目とか、ボルケノとか、他にもね、いっぱいいると思います。もしね、これでもいけたよとかいうのあったらね、ぜひコメント欄によろしくお願いします。ってことで、以上です。もしね、参考になったらね、高評価とね、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。はい。ってことでね、おまけでですね、少し時間が余ったんでね、クリア報酬の報酬録確定ガチャ引いていこうと思います。いきます。はい。さ、回します。欲しいのはね、10代とかペガサスかな。交換できないやつ、確定枠のキャラが欲しいです。よろしくお願いします。はい。まあ、でもとりあえず星7以上出れば嬉しいかな。はい。さあ、ダイヤは確定で、止まって止まらない。あ、バクラね。バクラ、いっちゃん弱いまであるからな。これ言い過ぎかな。いや、言い過ぎではない。こいつ最も交換出していいキャラですね。武器本体ともに、マジで交換出して大丈夫です。はい。ってことで、私は多分ね、最も外れ引いたかもしれん、これ。いや、多分、最も外れ引きました。はい、皆さん何出たでしょうか。ってことで終わりです。もしよかったらね、高評価とね、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。